皆さんこんにちは。今回は南天類の手入れを取り上げたいと思います。南天は南を転ずるなどといって縁起の良い木として鬼門や裏鬼門などに植えられてきた木です。秋に真っ赤な実をつけますけれども、1月ぐらいになるともうほとんど鳥に食べられたりして実はなくなっていると思います。実がついた後の枯れ穂を取ります。長く伸びすぎた枝は脇枝に切り戻すか根元で切ります。南天の特性として、今年実がついた枝には来年は実がなりません。場合によっては再来年もなりません。ですから単純に言えば、今年実がなった枝から優先的に切った方が良いということになります。とは言っても目隠しの目的があったり全体のバランスというものがありますから、あまりこだわらない方が良いと思います。切ろうと思った時に、その枝は今年実がなった枝なのかならなかった枝なのか、ちょっと意識するだけで良いと思います。切り戻せる脇枝がない場合は途中で切らずに地際で切ります。この枝は実がついた跡がありますから、 1,2 年は実がなりません。ですが目隠しとなっているので枝としては残します。脇枝がある場合はそこへ切り戻して高さを下げます。高さを下げるために軸を寸胴切りするということはありません。大ぶりの葉っぱが見苦しい場合は間引きします。また別の現場の例です。だらしなく倒れ込んでしまっている枝を立っている枝に切り戻します。この若い枝を残して切り戻します。南天のすぐ脇に君が代蘭があるのでトゲを刺しそうで怖いです。
残したかった実がうっかり取れてしまいました。枝先が分岐して混み合っている場合は間引きます。株元をすっきりさせたい場合は下の葉っぱをかき取ります。こんなところで言うでしょうか。ついでですので他の南天の仲間も紹介しておきましょう。こちらは成平南天と言います。少し見にくいですがやってる作業は南天とほぼ同じです。脇芽に切り戻して高さを低くしたり間引いたりしています。ヒイラギ南天に少し似ていますが、トゲはないので痛くありません。隣にあるこちらはおたふく南天と言います。日当たりが良いとこのように紅葉します。とてもおとなしい木なのでほとんど手入れの必要がありません。 5,6 年に一度やれば良いと思います。根が細かくてやりにくいですけれども、容量は南天と同じです。
今回ご紹介したこのような低木や地肥類は地面に這いつくばってやる作業でしんどいですけれども、庭を引き立たせる大事な要素ですので手が抜けません。今後も樹木の剪定と合わせてこのような低木や地肥類なども扱っていきたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。Thank you.